まりました。ただの秋のりのハエバルバンバン52回目。はい、52回目もぜひよろしくお願いします。最近いつだったかな、5月の2週目ぐらいにハエバルにスケートリンク場があるんですけど もう昔からあるサザンヒルという、今はちょっと若干名前変わりまして、エナジックスポーツワールドサザンヒルという名前になったんですけど、そのサザンヒルの中にアイススケート場がありまして、でそこで初心者カーリング体験会っていう、カーリング選手、北海道北見市に今働いているカーリングの選手の方で、でそれで沖縄出身だと、沖縄出身の上地雄大さんという方がいて、その方が北見市からやってきて、そしてカーリングの体験会、初心者向けのカーリング体験会をやるということで、僕と先輩中澤健太さんと一緒にやってる YouTube 金城十字路チャンネルで、取材しようということで、行ってきました。久しぶりの、まず久しぶりのアイススケート場、小学校4年生ぶりですね。4年生の頃に、学校の授業の一環というか遠足っぽい感じ、イベントの一環として行ったのを覚えてますね。それ以来行ったことなくて、であれじゃないか、今やってるのか分かんないですけど、小学校4年生は多分無料なんですよ。なぜか無料だったんです。でそれを使って多分学校側も無料だったらっていうことで、毎年小学校4年生はこのスケートをしに行ってたような気がします。だったかな、でそれぶり、小学校4年生ぶりのアイススケート場で、もうその時もう立ち上がることすらできなかったので、壁伝いにね、手すりを持ってよいしょしか歩けなかったんですけど、それが不安でした。まずはできるのかと、そもそもスケートリングに立つことができない人が、カーリングできるのかなと思ったんですけど、スケート靴じゃなくて、なんか自分たちで運動靴、室内用の運動靴持ってきてくださいっていうことで、それで靴のままね、シューズ履いて、シューズの上、氷の上をシューズで歩くっていう。そしたら意外と滑らないんですね。意外と普通に歩けるというか、ちょっと気を使わないといけないですけど、若干気を抜いて普通走るのはできないです。ゆっくり 1,2,1,2,1,2 って歩くぐらいだったら全然シューズだと滑らないなーっていう感じで体験会しましたけども、いやー面白かったですね。ストーン、このカーリングってなんかイエスイエスヤピ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 みたいなブラシみたいのをコス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 って磨いてストーンをこの中央のね、なんか赤丸に近い方がいいんですよ。青い円があって、その中にまたちっちゃい赤い円があって、で滑らせて、わかりますよね、テレビとかでやってますもんね、カーリング、陸で言うとペタンクですよ。ペタンク競技と同じ、もうルールほぼ一緒だなと思ったんですけど、ペタンクはやったことあるんですけど、カーリングは初めてで、なかなかね、まず最初の練習ホームからやりましょうと、ホームシューって滑り出す、このプールでいうと毛伸びですね、毛伸びする時のフォームもしっかり決まってて、ちゃんとブラシを斜めに持って、でストーンをしっかり掴んで、この取って、ストーンについてる取っても十字の方向から順次の方向に曲げながら、ちょっと回転をかけながらやりますとか、インサイドアウトサイドみたいなのとかも学びつつ、いやー楽しかったですね。いろんなフォーム、まずはちゃんとカーリング選手がやってるようなストーンの投げ方の練習をして、でその後ミニゲームをやったりして、やって2時間ぐらいですかね、2時間ぐらいやりましたけど、まず寒かったってのもありますね。寒かったし、いろんな筋肉を使う、このフォームもね、思ってたより難しいんですよ。テレビで見る感じだと、なんかすぐできるのかなと思ったんですけど、意外とね、しっかりちゃんとバランス、体幹をしっかりしないと、ツルンってすぐ横にポロンってコロコロって側転しちゃう、コロコロコロって なっちゃうんで、難しかったなっていう感じですね。ただやっぱ楽しい、このストーンがコンと当たったりとか、ちゃんと自分の力加減がうまくいって、赤い丸円の中にちょっと近づいた時とかは、おおみたいなっていう楽しさはありましたね。で植地さんもね、とっても
丁寧に教えてくれ、丁寧にそして楽しく教えてくれたので、いやこの初心者カーリング体験会とっても楽しかったですね。あとこの今、このポッドキャストハイバルバンバンラジオ沖縄の公式ポッドキャスト ポッドキャストですけど、あのラジオ沖縄のアナウンサーの竹中智香さんも取材に来てまして、花花天国っていう番組の取材に来てて、で智香さんも一緒になんかこのフォームとか練習したりして、途中でちょっと大変っすね、ちょっときついっすね、こう体勢きついっすねみたいな言って、友果さんも私の年齢には応えるねっていう、話をしてましたけどね、で、またこの6月にもこの新しくというか第2回の体験会というか、またこの練習会になるのかないうのをやるみたいなので、皆さんサザンヒルのホームページ見たら載ってると思いますので、ぜひ見てみてください。でこの体験会、まあ、YouTube の撮影してきたんですけど、あの OTV のニュースの取材も来てまして、でそれで映ったら面白いなと思ってたんですよ。なんかニュース見てて秋のり出てきたら面白いなみたいなのあって、映ってるかなと思って夕方出てたんですよ。次の日の夕方にハイバルでカーリングの体験会がありましたみたいな感じのニュースがやってまして、でそこではまあ若干ちょっと遠くにいるなぐらいのは分かったんですけど、もう本人ってはもうあんま分からん距離だなと思ってたんです。だからまあまあそんながっつり映らないかと思ってたんですけど、で夕方のニュース終わって今度夜中にもう一回同じニュースが流れて、そしたらマネージャー FEC のマネージャーの方から LINE 来て、秋野さん映ってたよって、死に笑ったっつってで写真パシャってその瞬間一瞬パシャって撮って送ってくれてたんですけど、でその後あの実家がね、僕の実家が全チャンネル遡れるっていうすごいシステムのテレビで、なんか どうなってんのか分かんないんですけど、全チャンネル1週間前まで遡れるってやつで、実家に連絡してなんかニュース出てたみたいだから録画して送ってみたいな感じで見たんですよ。そしたら夕方のニュースでは秋のり映ってなかったんですよ。でも夜中11時頃のニュースでは僕がカーリングのストーンをスルスルスルって一回毛伸びみたいな感じで飛び出して滑ってる時にストーンをファッて離すっていう時に失敗してストーンって転ぶみたいな、あー痛ぇーってやってるシーンがちゃんとしっかり 3,4 秒ぐらいちゃんとニュース映ってて、あ映ってるなと思って、こんなことってあるんですね。夕方のニュースで映ってなかったけど夜中のニュースで映ってるみたいな。でこのニュースの映像はどんどん切り替わるんですけど、ナレーションは一緒なんですよ。ニュースのアナウンサーの方が昨日灰原町で何々がありましたみたいな、このナレーションは全く一緒なんですよ。喋ってる言葉は一緒なんですけど映像が差し替えられてて、夕方秋のりいなかったけど夜中秋のりいたんですよ。こんなこともあるんだと思って、なんかこの編集する人が、あーこいつ使ってみるか、なんかストーンって転んでなんか痛えとか言ってる部分ちょっと差し替えようかみたいななったんですかね。もしくは秋のりってわかんないですけど分かったのか、あこれただの秋のりじゃねみたいな、夜中差し替えるかみたいな、夜中のニュースは秋のりに差し替えるかってなったのか何なのかわかんないですけど、でもわざわざね夕方と同じものをね、ほぼ一緒です、ほぼ一緒で違うのが秋のりの部分、この 3,4 秒だけ差し替わって夜中に出てるっていうのがあったので、ニュースってこんな感じで差し替えもあるんだっていうのを分かりましたね。OTV さんありがとうございます。はい、なんか一瞬でしたけど僕も映って、でマネージャーにも見つけてもらって死に笑ったって言われたんでね、ぜひ皆さんどっかで見る機会が、あのホームページ OTV のホームページでニュースなんかちょっと見れるんですよ。ニュースちょっと短く見れるんですけど、それは夕方のニュースがのデータが載ってるんで、秋のりがいないバージョンですね。秋のりがいないバージョン、もうどこかでもしね、秋のりいるバージョン見つけた方はぜひ僕がコロンって転んでるところぜひ見てみてください。上地雄太さんありがとうございました。そしてですね、この初心者カーリング体験会なんですけども、金城ジョージロチャンネルの YouTube でも、いますので、近日アップします。また報告します。よろしくお願いします。では
この番組はラジオ沖縄のシャゼでもあるローカルに徹せよに合わせて超ローカルなハエバル町について面白い情報や話題などを世界中に配信しようという番組となっております。この忠野明則ハエバル町の観光大使にも任命されましたので、ハエバル町のことならぜひ何でも聞いてください。そしてハエバルバンバンツイッターでのつぶやきもお待ちしております。ハッシュタグつけてカタカナでバルバンと書いてください。つぶやいてください。そしてハッシュタグつけてカタカナでラジオ漢字で沖縄とつぶやくとさらに広まりますのでよろしくお願いします。では早速つぶやきありますので紹介したいと思います。ハッシュタグバルバン、シジンガー Z さん、ありがとうございます。初めてじゃないですかバルバンでつぶやくの。はい、ありがとうございます。隣の客は小池栄子だが一番心に残りました。あの後半のね、後半いつも同級生の陽平とおしゃべりしてるんですけども、陽平がね、キャリア教育コーディネーターっていうなんかやってまして、それを僕がいじるっていう、もじるっていうやつやってますけども、そこで隣の客は小池栄子だ、いいですよね、主人公 Z さんね、隣の客はよくかき食う客だにもかかってるっていうね、まあまあ言わずもがなですけども、うん、はい、ありがとうございます。川崎のしおんさん、やんわりと滑り台を回避。はい、僕あの遊具での遊び方がちょっとわからないプラス、高所恐怖症プラスちょっとあの潔癖症っていうのがありまして、あの滑り台をね滑れないっていうね、のがあるので、あの娘とね2歳8ヶ月の娘と公園行くんですけども、やんわりと回避するっていうのをやってますね。はい、はい、続いてともぶんさん、もう先ほどですね、今収録してるの、月曜日ですけども、今もう13分前につぶやいてくれてますね。ともぶんさん、バルバン聞いて酒のつまみのマイブームになったイカの耳、あ、ずっと言ってます、僕も4週連続ぐらい言ってますけど、よっちゃん食品工業、から出ているイカの耳という駄菓子があるんですけど、これめっちゃ美味しいんですよね。うん、イカの耳、今のところスーパー K でしか見たことない。駄菓子コーナーチェックチェック、L のコンビニにもあるらしいけど、ハッシュタグ、マイタの931。あ、マイタのにもつぶやいてますね。あ、そっかそっか。今、マイタの放送してるからか。はい。マイタのとバルバン同時に今つぶやいてくれてますけども、ともぶんさん、ありがとうございます。ここはポッドキャストなのでね、言っていいですね。金秀ですね。金秀にはあると。金秀にはある。あと、ローソンにもあったんですけど、だんだんなくなってきているという感じですかね。イカの耳美味しいんですよ。今もストックでお家にありますけど、今目の前にも見えますけどね。台所でイカの耳のこの袋の先っぽが今見えてます。この台所の上に。あ、乗っかってんな。イカの耳あるな、あっちに。イカの耳の、あの袋の耳が見えてる。はい。ともぶんさん、ありがとうございます。皆様も、バルバンでつぶやきよろしくお願いします。ツイッターでハッシュタグつけてカタカナでバルバンでお待ちしております。うん、はい、ではでは今週もですね、後半同級生の陽平とお話しおしゃべりしております。今回はですね、商工会青年部とのつながりです。地元企業のデジタル化のサポートの話などなどしておりますので、ぜひどんなことしてるのかなっていうのを聞いてもらえたらなと思います。それではお聞きください。どうぞ。ハエバルバンバン、はい、今週も陽平よろしくお願いします。お願いします。陽平は僕の同級生で、はい、そして宮城出身、はい、でハエバル町議会議員をやっていて、はい、自己講師もやっていると、はい、うん、で、あれ何でしたっけ、キャビンアテンダントネゴシエイターでしたっけ何でしたっけ、何する人それキャビンアテンダントネゴシエイター、はい、ネゴシエーター、交渉人、うん、違いますよ、キャリア教育コーディネーター、キャリア教育コーディネーター、そう、キャリア教育コーディネーター、キャビンアテンダントネゴシエーターではない、ない、あ、そうな、何する人それって感じ、いろいろやり取りとかして客室乗務員と、う、今日決まったみたいな、今日来る今日来る CA 来るみたいないう人、専門職なんです、専門職、はい、じゃないじゃない、キャリア教育コーディネーターです。はい、今週もよろしくお願いします。お願いします。さあ、陽平最近何やってますか。はい、最近ですね、もともとデジタル関係のところに力入れていて、うん、まあ、議員でもあるっていうのもあって、うん、地元企業のデジタル化を支援したいっていうのがあるわけ。あの前言ってた DX とか、うんうん、そう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 、なんだっけ DX って。 DX はデジタルトランスフォーメーション。もう何か分からない、もう
まあ、IT 使っていろいろ仕事を効率化したり、うん、新しいなんか商品開発とか、うん、このサービス作ろうぜみたいな話ね、ほうほうほう、それをまたさらにいろんなことやってるってことね、そうそうそう、でそれを具体的にこの地元の商工会、ライバル町の商工会の人たちとこう組むような形でそれぞれの製造業のところとか中小企業のところを訪問して課題ちょっと聞きながら、じゃあこういうことできるんじゃないかとか、こういうのだったら割と格安でできるよっていう相談乗ったり解決策を一緒に作ったりっていうのをしてます。なんか具体的になんかどういうことを最近やってる、最近だとペーパーレス化、これまでは紙で記録してたわけね、はい、この商品何個作ったとか、これがどのぐらいこうロスが出たとかっていうのを紙だと毎回毎回集計するっていう作業が発生するし、パソコンとかで Excel でまた計算して売り上げとか出すときに全部手打ちで打ち込みが入るわけよ、はいはいはい、結構めんどくさいと、一回変えたのをまた、じゃあもう毎日で、そうそう、で出ましたと紙が、でそれを月末にいっぺんに打ち込むみたいな作業が入る、大変きついさね、これは大変、しかも字綺麗だったらいいけど、読めんかったりもするさ、なんかこれこれなんて書いてんの、なんでこれみたいなのが発生するから、2なの3なのみたいな、そう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 、6なの8なのみたいな、0 6 9、どれみたいな、うんうんうん、っていうのが発生したりするから、でもこれをペーパーレス化して、例えばスマホのアプリの中で打てるようにするとかさ、おうおうおう、でそしたらそれがそのままこのスマホで打ったのが最初からもうエクセルみたいなのに全部データで溜まっていくわけよ、ほうほう、エクセルに、そう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 、自動でそのアプリとエクセルと結びつけてるから、アプリで入力したものが自動で全部エクセルに溜まるようになっていて、ほうほう、でそのエクセルの中でも自動で商品ごとの振り分けとかもできるわけ、エクセルっていうのは Google のスプレッドシートなんだけど、まあ、何月何日、まあ、こんだけ売り上げありましたとか、そう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 、こんだけあの何をどのぐらい作りましたとかね、っていうのがまず見れると、その 日付の、そうそうそう、さらにその統計、そうだね、それを集計して、そのこの商品は何個作った、この商品は何個作ったっていうのが毎日全部ずらーって並べられるから、4月では何がどのくらい、5月では何がどのくらいっていうデータの集計もできる、へー、でデータ溜まるよっていうのプラス作業としては、あの紙に書くっていう作業もなくなったし、紙を回収して打ち込むっていう作業も消えてるわけ、全部アプリで入れたら自動でエクセルに入って自動で分類されるっていう形になってるから、あすごい、業務量減るよねっていうのがまず一つ、減るね、紙も減るし、そう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 、のサポートをしてると、そうだね、それを実際自分でアプリ作ってエクセルに入れ込んでエクセルの関数で商品振り分けしてみたいなことをやってるわけ、すごっさらっと言ったけどすごいことやってる、だからそのもともとそういうシステムがない企業にこういうのありますよって、そうそうそう、こういうの作れますよって言って、その企業に合わせたものを作って提供してると、そうそうそう、相談話聞きに行って、じゃあこれ課題ですねっていうのを探してきて、でこの課題をやるんだったらこれとかこういうツールがありますよっていう話までして、次までにちょっと作ってきますねって言って簡単なものを作ってきて見せて、こんな感じで操作できるんだったら導入できそうじゃないですかって言って、いいねってなったら、じゃあ実際に本格的に作って、でこれまでの業務の中で使ってる Excel をもらって、それとちゃんと組み合わせて、 Excel って本当の Excel、本当の Excel、 あのスプレッドシートじゃなくて Excel、 俺が自分が使ってるのは Google のスプレッドシート、あスプレッドシート、そうそうそう、スプレッドシートはね、いろんな人があの 入って編集作業とかできるさ、あれ、そうそう、 Google のスプレッドシートに入るってことか、そう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 、で印刷するときはそこからまた表印刷、そうだね、まあ、でもともと Excel 使ってる人たちだから、その使いやすいようにスプレッドシートからコピペして Excel で印刷かけたりしても別に構わないし、その辺はもうその現場がやりやすいようにっていう感じになるんだけど、はあ、すごい、すごいねっていうのを今やってるわけ、嬉しいはずね、ありがたいと思うよ、まあ、自分で言うのもなんだけど自分で言った自分で言った今だって結局その作業をしてる人の作業量をぐっと圧縮できて、でしかもそれでも月1000円とか1500円ぐらいのアプリ入れるだけでできるようになるし、でそのアプリもそんなに難しくないから、作り方を教えたら自分たちでもいじれるわけ、はあはあ、だからもうちょっと項目増やしたりとか、そうそうそう、ここ改善したいとか、なんかミス多いからこの辺言葉増やしとこうとかっていうのもできるようになるし、でじゃあその時間でやってた作業とか全部なくなったから、じゃあその作業毎月やってた月当たり5時間とかかもしれないんだけど、それを別の作業に当てるさ、うんうん、そうだね、販売の拡大するために EC サイト作ってみたりとか、
その作業をかかってた時間を、うん、まあ、お金に換算したら月1000円、うん、2000円とかも安いもんだ、うんうんうん、それで改善されるんだったら大体職員時給、まあ、大体2000円ぐらいだと思うわけね、うん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 、だからそれで5時間だったら毎月1万円みたいなのがずっとこれからかかり続けてた可能性があるんだけど、うんうん、それが消えて、うん、で同じ時間を別の作業に当てられるようになる、うん、わすごいなみたいなことをやってる今は一社とやり取り、うん、そうだね、まずは、まずは一社、まずは反応いいんじゃない？多分ねこれからだったら、うん、本当に必要なのは分かってるけど、うん、どうやっていいか分からん、はいはい、みたいな状況だと思うから、うん、レクチャーしてこれさ、はいはい、で絶対いいさ、うん、めちゃくちゃいいさこのシステムって、うんうんうん、で、まあ、この今こうやり取りしてるところが他の人にも伝えて、うん、仕事仲間に、うん、これいいよこれいいよって言ったら、うん、あれ弱え体一つじゃ足りなくなるんじゃない？その時には、うん、あの口座を作ろうと思ってるわけ講座そうそういう勉強講座ちゃう勉強できる講座講座あ書き講習みたいな感じそう勉強会要は勉強会お金集めるんか講座立ち上げて要は勉強会でそんなにハードル高くないわけさ、うん、この作業って、うんうんうん、あの初めての、まあ、普段からエクセル触ってるとかの人だったら半日ぐらいあれば、うんうん、自分である程度触れるようになるわけはいはい、ゼロから作るには結構ノウハウとか必要だと思うんだけど、うん、それは私が作ってしまえるから、うん、それ以降はその人たち本人で作れるっていう風な講座が勉強会ができると自分たちで自走できるさ、はいはいはい、あとはそれをその勉強会ベースにしたサークルみたいなのも作る予定でゆくゆくは法人にするんだけど、うん、その法人でこの勉強会やりますとか、うん、相談乗りますとかやりながら集まってくる人たちの一緒に相談する会みたいなのを作れば俺が教えれんけど別の人が参加してるからその人に話聞いてねとか、うんうんうん、自分たちでここまで調べてきたんだけどこれわからんかったって一緒にこう勉強してる仲間に聞いたりとかはっていうのができるとちょっとずつ広げていけるさ、うんうんうん、そうじゃあもう土台は一旦傭兵が渡すと、うん、最初はね最初渡して、うん、でその土台作りも後々みんなできるようになるみたいな、うんうんうん、ある程度はできるようになるんじゃないかな自分だって結局プログラミングができるわけじゃないから、はいそのプログラミングなしでできる範囲のものを使ってさっきのツールは作ってるわけね、うんうんうん、超ハードルが高いわけじゃないわけよ、うんうんうん、アプリもノーコードって言われるプログラミングなしのツールだし、うん、であのスプレッドシートの振り分けもスプレッドシートの関数使ってるだけだから、うん、そんな超ハイレベルなことやってるわけではないわけよ、うん、はいはあ、はあ、すごっていうのを最近やってますすごっなんかもう後半意味わからなかったどういうことって感じ要はなんか時間短縮をそうそうそうちょっとサポートしてるってことねそうそうそうしかもそのなんか単純で結構めんどくさい作業さ、うん、あそうだねこれ打ち込むやつとかねそうそうあるなそういうのをギュッと圧縮してある生まれた時間でもっとこの商品販売のためにどうしたらいいかみたいな、うんうんうん、しっかり考えていくようなものに時間使えるようにっていう感じかな確かに手書き派だから、うん、メモとかも手書きで取るわけさ、うんうんうん、手書きで取るんだけど後々やっぱ打ち込んじゃうんじゃない、うんうんうん、このノートをいっぱいになったら捨てもうまた保管するから、うんうんうん、保管したら手持ちしないから、うんうん、あ見返せないじゃあやっぱデータがいいな、うんうん、データだったらすぐ見返せるから、はいはいはい、また打ち込むって作業があるからねあーいいねそういうのを今やっています、うん、じゃあなんかまた増えたら、はいはい、今今度はこういうことやってますみたいな、うんうんうん、あれば教えてください、はいはい、今週も陽平ありがとうございましたありがとうございました。